さあビュフォードが運びます。ビュフォードには遠藤善がついていますがブロックしました。プレシーズンゲームでも非常に好調さが光っていた安藤のスリーです。セベアルマ杉本のピック、そして杉本のスリー来ました。いいですね。プレシーズンゲームでも活躍は光っていました。2人で囲んだ、なかなかボール出せない。ロスコアレン、ショットクロック残り少ない。杉本2本目来るか、来ました。そして島根が2人選手交代を準備しています。ロング2で杉本、ケベアルマオフェンスリバウンド、ロスコアレンの合わせでした。そして島根が2人選手交代を準備しています。ロング2で杉本、ケベアルマオフェンスリバウンド、ロスコアレンの合わせでした。杉本がリングした、動く。ロスコアレン、ケベアルマ、ケベアルマベースラインドライブから決めました。うまい。津山も非常にディフェンスがいい選手。お互いに2ガードの時間帯です。バックドア、木村、レイアップ決めました。ただ展開自体オープンは作りました。いいと思いますね、うん、はい。安藤から阿部、阿部から合わせのパス、綿貫です。あ、安藤の後ろにいたんですが綿貫が取りに来て、そして木村のバック。さあ木村がこの時間帯、さあキャプテンの3番ポイントガード同士のマッチアップというのも非常に楽しみです。安藤と渋田、そして中にパスを、セベアルマ手を伸ばしました。なかなかオープンができない、いいディフェンスを見せているが、ショートコーナーから木村、うまく取った、うん、オフェンスリバウンド。ロスコアレン、ロング2決めました、ね、杉本、そしてケベアルマ、ケベアルマにはトラビスがつく。ケベアルマワンハンド決めました。よく入れた。このプレーが切れるとオフィシャルタイムアウトになります。ショットクロック残り6秒、簡単には入れさせませんでした。ケベアルマのディフェンス、おお、ここ絡みに来ました。津山どこを見るか、バウンズパス、ケベアルマ戻ってきました。こういうところですね。でしたね、はい。杉本、池田ディープスリーが来た。通算1000本はこの距離から決めました。いや、今何メーターありました。スコアレン、そして木村と遠藤というメンバーになります。最高ですね。杉本です。ポイントガード登録の選手というのは今いない新潟のメンバーです。まあもちろん運んでいける選手はいるはずです。杉本3本目、いいですね。ケベアルマから遠藤、いいですね。いいカットインです。ちょっと顔にボールが当たりました。ビュフォード、ビュフォードからパス、おお、ブロックしました。ケベアルマ、いろいろなプレイヤーがマッチアップをしながら、今は白浜でした。ビュフォードがつくというね、文脈もありました。渋田のジャンパーです。来ました、いいですね。安藤のスリー、安藤が立ち上がり2本スリーを決めてからまだ来ていません。ここはロスコ行っていいですね。ロスコアレン抜けてきた、バスケットカウント。これがロスコの、谷口のスリーで入った島根なんですが、それ以降得点はありません。杉本ロングツ ー手を広げました。ビフォードボールブロックしました。ケベアルマ、アロマすごいですよこれ。今日何個目でしょうか。そして杉本、5本目だ、すごい。まもなく5分を回ります。第3クォーター、ロスコアレン、ビフォードのディフェンスもあったんですが決めきりました。いや、ここもちょっとオフェンスのオフボールのところが足が止まってますね、新潟。その中で決めた、素晴らしい。この的の絞りにくさというところが特徴かと思います。ロスコアレン、これは2ポイント、おお、決めました。いやー、ロスコも乗ってきました。さあビュフォード、木村につきます。その中で木村行きました、いいですね。アメリカ仕込みのアタック出ました。
戦力が多いだけに、うん、今日のゲームはどうなるんだろうかという、ね、当然不安はあったと思うんですよ、はい、ただ前半同点で追われてこれはいけるかもしれないという気持ちになってる、うん、杉本には津山がつく。さあラストプレーになります。杉本、うわー決めた、すごい6本目、いやこれは大きいですね。リバウンド今ので7つ目です。アシストも7記録しているケベアルマ。いや本当に彼もオールラウンドです。おーっと残念ました。いやあのマーティフェン、あリバウンド強いですね、さあシュルタスピードで運んだ、おー決めた。さあ残りが2分20秒ケベアルマ、ケベアルマねじ込めた、すごい。ビュフォード、おー失礼しました、遠藤です。さあスピードスター、そして杉本、これレイアップ。遠藤ショットクロック一桁、ロスコアレン、ロスコアレンフェードアウェイ、おーすごいプレーが出た。杉本、杉本です。